皆さんこんにちは、ビーチエンジェルの南風セリカです。今回も始まりました、第5回目となりますビーチエンジェルツアー2015 R1 グランプリということで、今日はベニス奈良南店さんにやってきました。さあ本日もビーチエンジェルが個人戦で全国のホールさんでバトルをするというこの番組、問題の代打の女神っていうのもあるんですけど、今日はしっかり自分の収支も、そして代打の女神もいい結果を出せるように頑張りたいと思います。はい、それでは実践、今日は絶対プラスに終えれるように頑張るぞ。本日の収録ホールはベニス奈良南店様、奈良市内最大スケールの大型店で、パチンコ館とスロット館に分かれており、奈良市唯一のスロット館となっております。パチンコ館は4円パチンコ280台、1円パチンコ140台、スロット館は20円スロット187台、5円スロット36台、総台数643台でお客様をお出迎えします。新台入れ替え時は最新機種を大量最速導入にこだわっており、打ちたい機種が打てる充実のラインナップでお楽しみいただけます。アクセス方法はお車でのご来店が便利です。奈良市内より国道24号線南へ進み、唐桃町交差点横、大きな看板が目印です。お友達をお誘いの上ご来店くださいませ。心に届く新しいベニスへ、皆様のご来店心よりお待ちしております。昨日めっちゃ調子良かったです。久しぶりにバセリスクでプラス2000枚ぐらい、2000枚以上。うわ、結構みんなスロットに行ってる。よろしくお願いします。わ、ほぼほぼ朝一みんなスロットですね。わ、すごい、ここも北斗になってる。今北斗コーナー、この店内の、一番中心円になってる部分すべてが北斗になって生まれ変わってるんですけど、前までここに花火とかが置いてあったんですけど、全部転生に変わってます。で、真ん中が一番中心が椎名の友になってるんですけど、朝一転生の方が今もお席埋まってますね。本命は今日は実は転生の方なんじゃないかっていうことで、さっきお客さんからもこっそり教えてもらったので、転生の角台取りました。さあそれでは実践スタートしたいと思います。この北斗の拳転生のショー、さあ結構本当は最新台のトモも打ちたいなって思って、考えてたんですけど、まあ R1 グランプリ私が今ダントツの最下位っていうことで、今日は終始にこだわって転生のショーの方にしました。なんかあえて入れてそうかなって思ったんですけど、当ててくれるでしょうか。ずっとうんうんって言ってる。ほら、ケンシロウ落ち着きないですね。おじさん、 Oh!
マ一族を起こす。ケンスロー来ました。埋めてほしいな。そうなりますよね。気合を入れるためにも、そして自分の気持ちを高ぶらせるためにもあるものを出していいですか。今日ね、朝コンビニに行ったんですよ。まあ、朝ごはんとあと飲み物買いに。そしたらね、本当に何も考えてないんですよ。ほらー、777円セブンセブンセブン。ちょっと気持ちを高ぶらせることができました。おじさん、わー、ほんまや、ほんまランプが光ってます。さあ、ビッグボーナスだったら嬉しいんですけど、さあどっちなんでしょうか。ガイドの方させていただきます。お、
花を抜いてください。最悪っていうわけでもないので、まあまあまあ、じゃあもう一度チャレンジできるということ。人々の闇を打ち払え。押せ。はい、リーチェンゼルの虹見てますよ。修来に入るよ。Thank you.
と見ててください、ゴーゴーランプしっかり光らせますからね。演出とかもないのですごいこう普通に売ってるように見えるかもしれないんですけど、本当にもうそろそろ当てないとやばいので、実はめちゃくちゃドキドキしながら打ってます。今ですね、こう本当に一回転一回転光らせたいっていう思いを募らせすぎて、打ってたんですけど、思いすぎると逆に光らないんじゃないかっていうことで、逆にゴーゴーランプも光らせないつもりで赤7で全部打ってみようかなと思います。光らせて止まるか。来る10月5日ですね、パチンコ、スロット、信頼入れ替えがあるんですけども、10月5日の方が、スロットの信頼入れ替え初日となっておりまして、スロット、ルパン三世、サイレントヒル、マクロス、こちらの機器が、地域最速での導入となっておりますので、皆さんのご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。パチンコ信頼入れ替え10月10日ガロー北斗100列地域最速導入となっております。まあね、パチンコを10日に入れ替えるみたいですけども、スロットの方は5日で、パチンコに先駆けての入れ替え、初日となってますんで、大丈夫です。もう大きい信頼入れ替えがあるんで、いやまあまあ言ってもスロットの方が先なんで、もう早い者勝ちという言葉もあるんで、いやいやそんな取らせないです、取らせないじゃなくてもう先の方、まあ昨日の敵は今日の友って言うじゃないですか。ということで北斗の拳転生の章、そして友も絶賛稼働中です。よろしくお願いします。それでは、例のものいきますよ。せーの、ドキドキしたい、ワクワクしたいならベニスなら南、待ってます。さて、本日の実践終了しました。本日の結果発表します。今日はマイナス1500ポイント、前回と合算して2875ポイントマイナスと、ということでダントツの最下位となってしまいました。いやーそれはそれは、そんな落ち込んでないって思ってるでしょ。結構ガチで落ち込んでます。はい、めちゃくちゃへこみそうになったんですけど、今日も代打の女神っていうのをさせてもらったんですけど、代打で今日は成功して、代打のためにリーチエンジェルはいるんだと思いました。けどね、はい、このままでは
では悔しいので次は絶対プラスに持っていけるように頑張りたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。そして本日もたくさんのお客様にお付き合いいただいて本当にありがとうございました。また次回出演させてもらえるならダイナモそして自分の実践も次こそは3度目の正直プラスに終えたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまたいつか